何の撮影でしょうか。今日はですよ、ヨネックスの新しい製品の撮影で来てます。新しい製品、はい。なんかウェアのカタログとかそういう感じですか。カタログじゃなくてラケットの。ラケット、はい。今まであの白いラケット、今までのラケット何でしたっけ。あれはフレーザーの QS なんですけど、はい、そうですね、QS ですよね。ちょうど1年くらい前から書いてて、はい、使ってたんですけど、はい、その新色が出るってことだったら。新色、はい。ちなみになんかこう、どういうところにこだわったとかあるんですか。そうですね、まあ開発の方といろいろずっと打ち合わせを重ねてきて、で特に性能自体には、まあ、僕はとても満足してるんで、うん、まあ、そこに変化を求めるんだけど、やっぱりデザインをちょっと自分でも理想のものがあったので、それをちょっと注文してというか、それを話し合いながらうまく形にはめていったという形です。なるほど、はい。ラケットだとストリングもですか、今回。そうですね、ストリングの方も新しく黒い型が出るんですけど、うん、まあ、それも、まあ、自分のベースカラーが、まあ、ウェアもそうなんですけど、これまだ着替えてないですけど、こっちなんですけど、黒ですね、今回は、はい、で全部黒で自分の中でちょっと行きたかったのもあったの で、ラケットも黒にしてもらって、それでガットの方、ストリングの方も黒にしてもらって、ちょっと行こうかなと思ってます。じゃあちょっと今シーズンは、ラケットも含めて黒で、今日はそのイメージの撮影ということで。そうですね、去年はどっちかというと白とか、 そっちの方が自分の中でちょっとテーマカラーがあったんですけど、今年はちょっとその逆で黒で行こうかなというふうに考えてます。黒がいつも統一感が欲しかったんで、もっとなんか黒黒になると課題かなと思ったんですけど、デザインは満足してます。柔らかさの中になんか芯があるような感じがするんで、今求めているプレスタイルが合っているかなと思います。正面と左右と、はい、手はあの横でお願いします。はい、1枚テストですね。ちょっと笑顔でお願いします。ちょっと笑っちゃって大丈夫。うちの選手からやっぱり姿勢が結構強い。そうですね、芝田かな。違う、じゃあ体だけもうちょい正面、はい、ラケットちょっと下げましょうか、はい、下げて寄せましょう、はい、で、目線を顔はもうちょいまっすぐ、ね、お疲れ様でした。今休憩中で、あのスチール撮影終わりましたけど、どうでしたか。ちょっと腕力みすぎて疲れました。だいぶ筋肉の線出ててかっこよかったですけど。はい。鍛えてきてよかったと思います。いい感じです。なんかすごい。面白かった。
花粉の後です。そういうものの方が響くかな。はい。はい。で、そのラケットを見て、手繰り寄せて、ちょっとカメラ見て。はい。って感じ。圧倒するダンガンストローク、コリアクションプロ最速 F レーザー 9S 9V。 そうです、ムービーも終わりましたけどどうでしたか。いや、目乾きました初めてだったんでいい感じだと思います。今回のこのプロジェクトはなんかナレーションも根水プロがやるっていうことなんですけど、はい、やばいですね。練習してますか。いや、もう噛みます絶対これから、はい、噛む自信満々なんで何回か、テイク何枚かちょっとやってみます。最速 F レーザー、9S、9V。普通に読んでも読めない。普通に読んでも読めないんだよね。多分ヨネックスの人間しか言えない。ヨネックスっていうところで、まあ、割とこうはっきり。ヨネックス。フォービオン。やりすぎ、やりすぎ。フォービオン、ネイティブすぎて。ヨネックス。ファービアンドオーディナリー、オッケー、よし、オッケー。これも何回かすみませんか、テイクマスヨネックス、ファービアンドオーディナリー、はい、少し低めのトーン。ヨネックス、ファービアンドオーディナリー、あ、オーディナリー続けてどうぞ。ヨネックス、ファービアンドオーディナリー、ヨネックス、ファービアンドオーディナリー、いいですね、うん、そのままもう一回ちょっといいですか。ヨネックス、ファービオンドオーディナリー、うん、ちょっと OK です。はい、大丈夫です。歌ってスムーズです。いいですか。 OK、 ノア終了です。終了です。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと嫌な、自分の声聞くの嫌なんだよなんか気持ち悪くないですか誰よりも強く、誰よりも早く、これが新しいパートナー、ヨネックス、ファービヨンドオーディナリー。はい、あ、パワー、パワー、パワー、どうした。どうした。でもこれ完璧です。あ、言いました。ナレーションだけちょっと、すいません。ナレーション前でも全然大丈夫そんなことはしません。黒がいつも統一感が欲しかったんで、もっとなんか黒黒になると課題かなと思ったんですけど、デザインは満足してます。柔らかさの中になんか芯があるような感じがするんで、今求めているプレステイルが合っているかなと思います。圧倒するダンガンストローク、コリアクションプロ最速 F レーザー 9S 9V、誰よりも強く、誰よりも速く、これが新しいパートナー、ヨネックス、ファービヨンドオーディナリー。